イナキ・ウィリアムズ・アーサーは、スペイン・バスク州ビルバオ出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。アスレティック・ビルバオ所属。スペイン代表。両親が、アフリカ生まれの黒人であり、所属選手をクラブが規定する、バスク人に限定しているアスレティック・ビルバオにおいて、トップチームの公式戦で得点を挙げた初の黒人選手である。イナキ・ウィリアムズの父親は、ガーナ人、母親は、 リベリア人である。母親は1989年に勃発した第一次、リベリア内戦の戦火から逃れるために難民としてガーナに向かい、そこでイニアキの父親と出会う。二人はスペインへの移民を決断し、北部のバスク州に落ち着いた。1994年6月15日、イニアキ・ウィリアムズは、スペインバスク州ビスカヤ県の県とビルバオに生まれた。 ナバーラ州パンプローナの CD パンプローナでプレーし、16歳だった2012年にアスレティックビルバオの株組織であるレ様に加入した。弟のニコ・ウィリアムズも同時にレ様に加入している。イニャキは、加入年の2012年にアスレティックビルバオのファームチームであるテルセーラ・ディビションの CD バスコニアでシニアデビューしている。2013年6月25日、 ウィリアムズは2017年までの新契約を交わし、リザーブチームであるセグンダ・ディビシオン B のビルバオアスレティックに昇格した。8月に負った膝の負傷から10月に復帰し、このシーズンには14試合に出場して8ゴールを記録した。アリツア・アドリスの怪我が理由でエルネスト・バルベルデ監督によってトップチームに引き上げられる。2014年12月6日。 ホームでのコレドバ CF 戦に先発し、20歳にしてラリーがデビューした。その後はラリーがで3試合に途中出場している。2015年2月19日には UEFA ヨーロッパリーグラウンドオブ32のトリノ FC 戦ファーストレグに先発し、トップチームで初めてネットを揺らして2から2での引き分けに貢献した。ウィリアムズは 創設から117年を経たアスレティックビルバオで得点を挙げた初の黒人選手である。2011年にはディフェンダーのホナスラ・マーリョがアスレティックビルバオで初めて黒人選手として公式戦に出場している。アデリスの長期離脱が増えた2018年以降はセンターフォワードとして起用されることが増加したものの決定力不足が否めず一時はスランプ状態に陥った。 しかし、2019年1月13日に行われたセビージャ FC 戦で、約2年ぶりとなるホームでの得点を決めると、徐々に得点数を伸ばしていき、自身初となるリーグ2桁得点を記録。黒表とも評されるスピードとフィジカルを武器に、チームのエースとして躍動した。2019年8月12日、クラブとの契約を2028年まで延長。 契約解除金は1億3500万ユーロに設定された。11月24日に行われた CA オサスナ戦でリーグ戦133試合連続出場を果たし、クラブ記録を樹立した。12月8日のレアルベティス戦でスタメンとして初のキャプテンを務めた。2020から21シーズンスーペルコパデスパーニャ決勝の FC バルセロナ戦では、 決勝ゴールを決めて優勝に貢献した。2021年10月1日、リーグ戦連続203試合出場というスペイン新記録を達成した。2015年3月20日には初めて代表招集を受け、アルベルトセラデスが率いるスペイン U-21、代表のノルウェー U-21、ベラルーシ U-21 との親善試合のメンバーに名を連ねた。 3月26日にカルタヘナで行われたノルウェー u 21戦ではゴールを挙げたムニル・エル・ハダビとの交代で後半開始から出場した UEFA ユーロ2016に出場する23人には選ばれなかったがトレーニングキャンプや親善試合のための11人の1人に選ばれた同時期にはガーナ代表からも絶望されていた ユーロ前の5月29日に行われた、ボスニア・ヘルツェゴビナとの親善試合で、マルコ・アセンシオとの交代で投入されて、A 代表デビューした。ペドロ・ロドリゲスによる3点目は、ウィリアムズのシュートを、キーパーのアスミル・ベゴビッチが引いたところに、ペドロが詰めて生まれた得点だった。ありがとうございます。